サブジェクトとは、日本の競争馬。主な勝ち倉に2007年のラジオ日経杯2歳ステークス。2007年8月12日、札幌競馬場での2歳新馬戦でデビューし、1着。札幌2歳ステークスで、オリエンタルロックの2着、秋に入り萩ステークスで4着となった後駒を、進めた朝日杯フューチュリティステークスは、ゴスホーク県の13着に終わるが、 続く、ラジオ日経杯2歳ステークスでは、先行作から抜け出して、サムイダテン名称クオリアの追撃を振り切り、重傷初勝利を挙げた。3歳以降は、春のクラシック戦線に顔を出すなどもしたが5着以下の成績が続き、2009年3月の六甲ステークス12着を、最後に3月26日付で、 日本中央競馬会の競争馬登録を抹消され、地方競馬、船橋競馬場の川島正幸厩舎に点馬やした。地方競馬でも休戦して3着1回が最高成績と振るわず、2010年4月の鳥町月特別が最後の競馬となった。 引退後は、福島県南相馬市の松浦ライディングセンターで、登録馬として、予選を送り、2011年3月11日に、起こった、東日本大震災や福島第一、原子力発電所事故でも避難はせず、南相馬に留まった。10月1日付で、地方競馬の競争馬登録も抹消。2013年11月に松浦ライディングセンターから、 おなじ南相馬市の西急車に移動。2017年8月24日に死亡した。以下の内容は、ヤビスサーチ、netkeiba.com、地方競馬全国協会に基づく。ありがとうございます。